せかけての、いや、見せかけてのバババババってやったらあかんのですね。いいよ。はい。今日は休みですけども、うん、まあ洗車しましたけども、うん、なんでこう雨降るんですか、ほんまに。雨の降るとき、はい、じゃ洗車したら雨が降るの違って、はい、そこがな、はい、お前のバカなとこや。え、バカですか？洗車したときに、はい、聞いてや、はい、まさかのね、洗車したときに雨が降るの違って、雨が降る前に洗車をしたんちゃうの、要は。まあいい、はい、はい、そこを天候のせいにしたらあかんね、はい、な、天候を呼んで、俺分かってて雨降るって分かってて大丈夫やろっていう一縷の望みにかけてやった結果が雨降って、はい、そういうことですね。反対なんか、はい、反対ですね。日の丸弁当っていうのは、はい、な、米がいっぱいあって梅干しが1個じゃないね、はい、な、梅干しがいっぱいあって、はい、米が1個っていうパターンもあるね。あります。そういうパターンも考えてなかった、はい、そうやろ。そういうことです。さっきのな、うん、はい、な、カナオちゃんとおって、はい、ミッシンとおって、はい、な、こっちに広があって、はい、その後にヒカルともおって、はい、この写真で、そういう最強のタイミングやんけっていう、はい、お父様からの言葉もいただいて、はい、最強のお父様もハロカ、はい、うち我々の社長ハラナカス、ファンキーなブットの社長だからこそ俺はついていくねんけどな。間違いないです。だからこそこの最強のな運っていうのが流れがあるわけやん、はい、うん、最強すぎます。だろ、最強すぎる。はい、最強の社長に最強なひろあき君、うん、ああそうだろ、はい、最初の運持ってるやろ、はい、ほんまにすごいやろ、持ってるやろ。持ってません、何もかも持ってません、いろいろと。だから言ってたタイミングや、はい、俺の時間な、時間午前中洗濯な掃除があって、はい、いろんな用意があった中で、はい、1週間に1回爪も切らなあかんしな、はい、で顔も産毛とかさらなあかん、そのいろんなことがあってな、はい、積み重なった上でお前迎えに行った時に、はい、な、あそこに待ってたから、あそこでそんな飯食うやったらあそこ寄ってからっていういろんな積み重ねがあって、あそこで、はい、千載一遇のタイミングってあったわけやんか。はい、間違いないです。でも最初自分何言ってるのか分からなかったんですよ。何言ってるのか分からなかった、はい、ってみたいな。おう、ほんならあの社長の娘さんとお孫さんやったんでびっくりしました。そうやろ、はい、どこに行くんかな、何言ってるのか分からへんかった。全然分からへんぞ、なんか、え、何をひろあきをいきなり言うてはんのみたいな感じで、あ、なんか歩いてはるわ、思って、うん、で、まだ知り合いかな、思ったんですよ、ただの、うん、そしたら、聞いてたら、社長の、社長の娘さんと俺の理想のタイプの人や、はい、な、SNS はやってるけども、はい、SNS はあまり興味がない、はい、な、挙句の果てに携帯すら興味がない、はい、自分のな子供だけにしか興味がないっていう、はい、この一心不乱な献身的な思いっていうのが、はい、俺は好き。好きですか。人はやっぱ俺は年取ったらな、年取ってなんか、はい、から外見とかっていうのはどうでもいいね。はい、まあ、カノちゃんもじゃあ可愛いしな、べっぴんやしきれいやないか。ちゃうね、いくらいい女がおったとしても俺は外見は見ない、内面も見るけども、要は人間性、はい、な、人は年を取ると俺は年を取って思ったことは、人間性に恋をして、人間性に恋をするっちゅうね、うん、目に見えない心の感じ、はい、言うっちゃ悪いけど、今の若い子らとかな、次まつげして化粧してな、あれもしてこれもしてっていうのは俺全く興味がない、もう全く俺は、まあな、はい、遊び人みたいに見えるけども、いやそら昔は遊びやったしな、はい、いろんな女もこうできたし、いろんな遊びもやってきた、ここでは言えへんこと、はい、な、 SM なこともしてきたし、どぎついこともしてきたな、うん、外でも中でもいろんなことやってきたり、はい、だからそのやってきたからこそ今はこういう風 な恋愛がいい悪いっていうのがうめえからこそ一周回ってな、はい、一周回って気づいたっていうことがねえか、な、そこ、そうじゃないとやっぱりな、だからこそ女のメカニズムっていうのがわかるからな、言うてんね、はい、どこな、自分チンポンカンプンです。え、チンポカンポンやろ。チンポンカンプン、チンポンカンポン、チンポンカンポン、はい、だろ、女のことは全くわからない。いや俺もわからへんけども、はい、分かってあげようっていう気持ちやん、はい、うん、だろ、分かって、まあまあそうです、はい、分かってあげようという気持ち、はい、うん、
ったし、確かにフォーですけど、ピラニアってしろ、あ、痛い、もうほんまにあの全世界の皆様、あのほんまにピラニア痛いですからね、これ、うん、ちなみにやってみてください。それやる意味がないや、まあ確かに、まあそう、今日は最強の体力で、で、この後に、はい、光が仕事来たやん、またここに貼るで、光が、はい、お兄ちゃんの光るな、はい、あれはびっくりです、同じ顔がなんで隣にあんのみたいな、はい、今カナオちゃんっていう女性をカナオちゃん見てて、はい、なあパッと見たら違う男のカナオちゃんがいるからびっくりしたな、はい、ほな光るやんか、はい、バレエダンサーの間違いないです。でもあのタイミングでこのあるんですね、あるよ、あれはびっくりした、同じ顔が2つあって、だろ、はい、喋ったら光るやし、でも一瞬ヒロアキも出てこなかったでしょ、光るっていう言葉が、あ、あの、な、なんか誰かおるみたいな、うん、知ってる人がいる思うな、なんか俺試されてんのかな、はい、なんかね、な、でもほんまによう似てますね、顔似てるやろ、はい、お父ちゃんにそっくりやろ、はい、うん、そのもう一人の妹さんもそっくりなの、コロミちゃんもそっくりで、へえ、もう一人のそのコロミちゃんは子供いてはるんです、結婚者、この前生まれたばっかりや、ただヒカルだけですか、いてへんの、ヒカルもいてる、ヒカルいてへん、ヒカル独身やん、はい、ヒカルあんな男前で容姿端麗頭脳明晰だけど、はい、結婚してへんやん、はい、それはまだ早いって思ってるんですかね、うん、なあ、はい、まあその出会いがないやろな、はい、出会いがあったとしても、はい、全くこれ雨降っていませんよこっち、はい、やっぱ地域によって違うんちゃいます、うん、あの不審火はな、よう踏んねんか、はい、ということはどうします、こっちで吹きます、でも伏見帰って雨降った、いやもうこれこんなんもう吹けへん、はい、こんなんでこっちで洗って、はい、っていう考え方もあんねんけどな、はい、まあ今はちょっと4時もあるわ、とりあえず、はい、わかりました、4時やから4時もあんねん、間違いないです、うまいですね、うん、はい、うまいよ、全然自分はこんなん考えてもいいんかと、人間関係もな、はい、セックスもうまいよ俺は、はい、ただな、そうそう殿下の宝刀はその辺では振るわない、はい、やれていいんじゃないもん、はい、俺はもう好きな女としかせえへん、ちなみに今好きな人いてありますか、好きな人は、はい、それは言わへん、まあそういうことです、人は好きになった人、はい、うん、間違いないだろ、はい、横断歩道はな、はい、100% 優先、うん、照れてはんねん、男の人でも女の人でも止まってあげなあかんで、はい、見分けてるようじゃ、はい、区別してるようじゃあかん、はい、自分は、はい、年寄りは、はい、我が急ブレーキ踏んでも、はい、生かしてあげなあかん、はい、エッチでも生かしてあげなあかん、はい、間違いないですな、はい、その辺をちょっと勉強します、え、勉強さしてるやろ、はい、勉強すんのと、はい、な、予習復習をすること、はい、できる男の条件っていうのは、はい、な、絶対予習をすんねん、はい、復習もすんねん、はい、そして実践に備えて行動すんねんか、はい、うん、行動あるのに、行動あるのに、そう、頭、はい、帽子脱げき、はい、うん、ピッカーンしてんな、ピッカーンしてるんですよ、サボテンみたいな、はい、でもこれもう履いとるんですよ、もう履いてるな、はい、そらなくなる、武器はでも履いてんな、あの、あ、毛根がないとこでもやっぱり、はい、ここ毛根、毛根がない分、武器が入ってる、毛根が、毛根なりない、はい、ないです、うん、うまいですね、うまい、うまい、うまいや、はい、っていうか、あの、一つ言うていいですか、いいよ、カミソリ欲しいです、あ、カミソリ買いに行こうか、はい、あ、それちょっと言えよ、ケリンで行った時でも、はい、そんなもん、言わな、あっきゃ、そんなもん、はい、あの、今日、剃ったんですけど、もう剃れないです、そうやろな、はい、で、ちゃんとした、あの、R 加工、あれじゃないかな、はい、侵食性があるやつじゃないと頭やっぱり丸になってるからな、痛いです、それはホテルのやつやったら切りまくるわ、はい、切りまくっとるっす、うん、あ、よかった、なんか雨降ったら嫌やけど今日はもうなんか雨降ったらホッとするわ、なんかなんでなんですか、え、なんかここは降ってへんからいいとかあるわけやかな、はい、もう濡れてるからいいね、はい、濡らすのは女性のあそこと心だけ、はい、体で抱くのは誰でもできる、はい、今日は体で抱いてあげなさい、じゃ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 、心で抱いてあげなさい、はい、な、女性は心で抱く、はい、うん、体で抱いたらダメです、体で抱くのは誰でもできる、はい、な、ガキでもできるわ、はい、12歳の俺でもできるから、はい、心で抱くこと、
はい、臭かったとしても眉一つ動かさずに君臨者やることや、はい、ベルカミチューとベル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 ピョーンって吸うてうわーって取れる言われるぐらい臭かったもんな、はい、それはもうひろあき君も経験してるんですか。そうや、ただそこまで到達するだけの、はい、努力、根性、はい、そして戸惑いをなくすこと、はい、眉一つ動かさず、そう、そう、必殺仕事人、もしくは世紀の殺し屋のように。でも、うん、実際にこの場面になった時に、うん、自信ないです。まあもし仮にあったとしても。ほんま？はい。なんで自信ないの？いや、眉一つ動かさずに、うん、一つ動かさずに、はい、行使してあげる、うん、はあ、甘いもん食べたいな。食いたいです。ミスタードーナツ食いたいです。ミスド食いたいな。はい。ほんまに食いたいです。ご飯食べてからやったらいいけどな。はい。ご飯と。え、なんで、ああ、そっか、そういうこと。何？いや、飲むです。てか、ピーユ。今、はい、あれやん、充電してん。ブルワーの。ああ、はい。バッテリーの充電の。はい。うん。なんか食いました今日。二酸とカレー、はい、うん、だけでしょ、うん、これでこれですか。お腹減ったな。はい、常にお腹減ってるわ。犬みたいや、まるで。あれちゃいます、一回の量が少ないからちゃいます。少ないじゃん、はい、量が。エッチもちゃうって。それは僕のことです。維持すんのな、はい、大変やね。でも1回でガバって食いたいです。ちょこちょこ食うのが。だそういう風に体訓練しなあかんね、はい、ガバって 食うから太るね、はい、超えるね、はい、脂肪を蓄積すんね、はい、な、はい、ちょこずつちょこずつ食べたら、はい、血糖値とな、急上昇させへんし、はい、な、脂肪も、イラン脂肪も吸収せえへんしな。はい。老けもせえへんねん。はい。新陳代謝するしな。はい、閉めてや。はい。では、一発目のあれですけど、雨が降ってるんで、とりあえず、用事してきます。